パン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 ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。今日は楽しいクリスマス。パパ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 さいたま新都心駅のイルミネーション練習。さいたま新都心駅のイルミネーション練習。イルミネーション練習。パン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 。ポン。ポン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 。ああ、綺麗ですね。ポンポンパ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 ン。埼玉新都心駅のイルミネーションでしょ。イルミネーションでしょ。イルミネーションでしょ。ピカ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 。イルミネーションピカ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 。ピカピカピピカピカピ。イルミネーションでーす。イルミネーションでーす。埼玉新都心駅、前、欅広場のイルミネーションですね。11月中旬から2月14日、まあ、バレンタインデーの日までやってるみたいですね。これ毎年やってますね。欅広場。埼玉新都心駅の欅広場の下にもまあ飲食店とかね、まあ、ちょこちょこ2、3年前かな、4、5年前かな、綺麗になっていろいろできてますからね。でちょっとね、ちょっくら一休みして帰ります。ここはちょっとね、休憩で休めるとこですね。今日人いませんね。あ、ここに一人いますけど、やっぱ寒いからね。寒いから。